せーの、おたまっぱぎー。どうも、リアルアキバボーイズ村富です。はい、今回はね、40歳を迎えた誕生日動画というわけで、僕のアイデンティティでもあり趣味でもあるパチンコ、今日はパチンコ実践をやっていきたいと思います。撮ってみたじゃない。なんと今回ね、パチンコを打ったこともない人もいると思うなんだけど、この動画を見たら多分ね、8割9割勝てます。今日はね、そんな感じでこのね、リアル秋葉ボーイズの村富がパチンコの勝ち方というのをね、教えていきたいと思いますので、僕の動画を参考にしていっぱい楽しいパチンコライフ送っていきましょう。とりあえずね、朝飯食べよう、おごってあげるから。パチンコ屋行くんじゃないんですか。いや、まずはパチンコ屋にそのまま直行したら負けるから。はい、まずその1、すき家に行って、後輩でもありスタッフでもあるケイ君にまずはすき家の並盛りをおごります。これで勝率 10% ぐらい上がる。よし、すき家行こう。結構何がいい？好きなのいい。好きなのいいよ。ネギ玉牛丼。はい。大盛りがいい？あ、怒るか。ごちそうさまです。いや大丈夫。怒るから。ごちそうさまです。持ってきたよ。あれ、村谷さん、先輩なのに水取ってきてくれたんですか？そう。いや、もうね、普段はしないけどね、今日は。あとさ、ケイ君。俺、軍資金今日5万用意したんだけど、はい、もうそのうちの1万使っちゃったんだよね。え、撮影前に何してるんですか。いや、98番のお客様、いつもお仕事お疲れ様。ケイ君、はい、プレゼント。 ありがとうございます。はい、これ1万円やばガチのスウェード。え、これマジでくれるんですか。マジであげる。やばありがとうございます。いいよ、絶対あの徳を積めば勝てるから。いただきます。何か何までありがとうございます。いえ、今日も撮影ご協力してもらうんでね。まあこれで勝てるでしょ。いただきます。それじゃあね、今からパチンコ屋さんに入店していきたいと思います。まずここで入店するに従って勝率をアップさせる方法があります。右足入店、これは鉄則ですね。これで一礼をしてお店側に感謝を伝えて、楽しいパチンコを打てば勝率アップです。それでは、この台を打っていこうと思うのですが、打つ前にまずやるポイントがあります。この辺ですね。この辺を見たふりというか、なんかよくわかんないんですけど、携帯で確認する、これをやるとなんかかっこいいです。はい、それでは台に座りました。でもね、こっからまだ入れてはダメです。まずやることがまだあります。皆さん何してるんですか？ですね、今、監視カメラに向かって、今日の一日をお願いしています。店長に
呼びかけています、今日勝てるように。まずこれもすることもね、すごく重要なんでね、皆さんもこれで実践したらね、 5% から 8% は勝率アップするんで、皆さんぜひ実践していきましょう。お金を投入していきたいと思います。お金は上から入れるか下から入れるか裏から入れるか、これいろいろあるんですよ。でもね、今日はね、翼が授かるように、こう表入れでいきます。はい、入りましたね。はい、こっから貸し出しボタンを押したいところなんですけど、まだ打っちゃダメです。今日よろしくね、頑張ろう、すごい好き、今日よろしくね。台に聞かれちゃうかもしれないけど、こうやって台とのちゃんと台にね、当ててっていうアピールをすることが非常に重要。これ台に気づかれちゃったらダメだから、よろしくね。はい、それじゃあ行きたいと思います。それではじゃあ実践開始します。まずはね、こっちに弾が行かないように、まずここで、こうやってね入れていきます。で、ここの真ん中にね、弾が入ると動き出します。入った。じゃあやっていきましょうね。いいね、やっぱりこうやってなんかパチンコを仕事にできるっていいね。いやもうね、ここに保留があるんだけど、今から期待したいのが、まあやっぱり保留が変わったりとかいろいろしたらあのチャンスなんで、まあね、とりあえず回していきたいと思うんだけど、まあなんか来てほしいな、マジで。すぐにね、まあそんな簡単に来ないですよ。まずは普通に打ってみます。いやマジさ、お前大丈夫、辛くない、はい、立ってて、ね、大丈夫、ただ保留とか来た時に何か喋ったりして、そこだけ。おい、ちょっと待って、もう行ってきた。ちょっと待って、もう白堀に来たから、いきなり。ちょっと待って、まず白堀でもね、結構熱くなれるから、俺はこれ期待する。白堀でも俺期待するから。ちょっと待って、ちょっと、ごめん、何やってんの俺、マジで。あ、次の回転。まあ何もないわな。やばいね、おもろいね、やば。あ、大丈夫だよ。ちょっと待って、ブーンしたんだけど、今当たってるんだけど。ずれた。16回転、やば、16回転。ごめんね、興奮して待って、やば。俺が見せます、まず。いや、やばいね、マジ当たったの、やばいね、すごくない？16回転で、ね、オカルトも何も使わず、じゃまずね、もうちょっとオカルト使わずに、あの、まあ普通に打ちます。あ、この台の説明もしとくか。で、P ワンニャンアドベンチャー、サンスリー西洋さんのね、あの系列の台ですね。で、大当たり確率が 199.8 分の1で、ラッシュ突入率が 50%50%。 さっきね、だから核変っていうのがいい大当たりなんだけど、 それに突入できない、通常大当たり、一突入の、大当たりを僕は引いちゃったってことで、次はね、50% でね、いい大当たりを引けるように頑張っていきていたいと思います。で、ラッシュ継続率が、約 70%、 大当たりが、継続してくれます。 70% だよ。四者同時にしたら 100% だから終わらないね。誰が可愛い、誰がタイプ、俺この子が好きなんだよ。ちょっと待って、なんか熱くなってきた。俺この子が好き。どうせ来ないんでしょ、本当に。
来て来て、どうせ来ないんでしょ。最終路線がどうせ来んかった。今のはどうせ来ないんでしょって言って、第2位、じゃあ行ってあげるよって思わせてあげる、あのオカルトです。これを使うと勝率が約 3% から 5% ちょっと上がる。本当ブリターのもんなんですけど、まあでもこうやってあのなんていうんですか、小さい積み重ねがパチンコにとって大事なので。入るだけでも楽しいよね、このチャッカーに弾がこう入るだけでもね、気持ちいいよやっぱり。まあ売り物語とかもそうだけど、押した瞬間にこうグッグッグッってなっとったら、あの再始動確定だから、止まる瞬間にボタンを押すのはリーチ中、結構まあ楽しみ方の一つ俺の。まあ水着ギャルかわいい、俺この子が好き。誰が一番好き、誰が一番好き、あやっぱ同じ。あでも俺この子も好き、俺この子も好きこの子も好き。ちょ待って、ちょ待って、これ見て、ちょ待って、熱くないこれ、ボールじゃない、ちょ待って、ちょ待って、ちょ行こっか。オガミオカント、熱くないこれ、熱いやろ。ああダメだ、きっとダメだと思う。頼む頼む頼む、もう走れたじゃあこっからね、オカルト、まあ、54回転回してね、当たれなかったんでオカルトの方を実践したいと思います。まずはこれ簡単なんだけど、本当に球を少し持ってこうやって握ることによって電磁波を作って、台のちょっと台の周波数、あの周期を変えるっていう、大当たりを誘発する、これ電磁波オカルトっていうのを、電磁波オカルト。お、来た、早速。あーでももう真ん中にね、いてくれたらいいんだけどね。なるほど、沢、あ、そっか、雨、これステップがね、信用できないんだよ。なにこれ、はーい、ヤッホー、ダメですよ、微弱のせいでダメだね。なんかすごい、やっぱりね、やっぱり微弱な静電気をね、パスするとリーチがめちゃめちゃ誘発されますねやべ、めっちゃ疲れる、これね、本当に疲れるから。次のオカルトは、まず携帯が必要です。あ、はい、もしもし、今からですか。ちょっと今、仕事してて、はいはい、コスト削減を結構重点において収益が得られるように、はい、頑張っております。はい、当たりません今のはめちゃくちゃもうパチンコ打ってるんだけど、ちょっと仕事の用事が出ちゃって、もう仕事の方に行かないといけなくなっちゃってるから、この台を離しちゃうよって、もう離れちゃうよっていう台に分からせたんだけど、ちょっとこいつわがままだったね。ありがとう、入ってくれてありがとう。ああ楽しい楽しい、すごいありがとう、もう生きてることに感謝、貸し出しをさせてくれてありがとう、猫ちゃんかわいい、ありがとう本当に。あなんか来た、ありがとう、すごいありがとう。こうやってね、パチンコってのはね、簡単に打ってるって思われがちだけど、全身全霊で打つのがパチンコだから、二段の隙にあったもんだね。知識として光量アップ打法、光量をこうやって上下させることによって、あの大当たりを誘発するんですよ。これほらほらでしょ、光量アップ打法は結構効きますね。
と、もうボタン押さない、どっか匂いの構え、火、匂いの構え、この撮影を今しているという状況です。なのでもう放送禁止用語を言いまくって、もう使えない状態にして大当たりを誘導させる。ああ。白保留、久々に来た白保留。次何もない。うわこれか。もう一回。南アイダホ右打ち一撃やだ、押さない、なんだって。あ、ちょっと危ない。これがハンドパワーです。やった嬉しい。大変です。こっから 70% で継続。サンスリー海シリーズ採用、最高だぜ。右打ちしてね。右打ちしちゃうよ。よし、まず一発目はあれでいくか。一発目ボン 70%。バトルボーナス。はい、まず一発目。強そう。なんか強そうなんできたけど。ネッシー？ネッシー強くないって人？大丈夫？負けんな、負けんな。負けんな、いけ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 。お前ならやれる。ラブちゃん頑張れ。ラブちゃん頑張れ。いけ、いけ。危ない、大丈夫。嘘、危ない、危ない。大丈夫、大丈夫。いけ。うわ、マジで左打ちに戻してね。マジで、うわ、30% 一発で引いた。まあでもすぐ開けるんで。よし、オカルト発動しよう。俺が撃っとったら当たらんかもしれないから、ここはモザイク入れるからお前が撃って。次のオカルト、もう人にね命を預ける打法。浮きずれケイ君結構、ま、回ちゃんと回るね。だからスーパーリーチまで持ってこいよ。ケイ君さんのお金がどんどん減ってますよね。倍にして、倍にして返してもらうから。でもね、さっき1回当たったからさ、1000発増えてさ、持ち玉でやれるのはいいね。お金今投資なしだから実質ただ。そう、台に優しく、そうそう、台に優しくなる、そうそうそう、いい感じいい感じ。ほら来た、ほらほら、でしょ、ほら台が反応してくれてっから、ほらまたスーパーリーチになった。
なんかボタンとかプッシュしてみたらいろいろ触っていいな。ボタンとか、そうそう、反応ボタンとかさ、そうそうそう、いいよ、頑張れ頑張れ頑張れ、いけ、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、あーくっそ、よしケイ君俺が撃つわ。じゃあ核変、核変にもし入ったらケイ君が核変撃ってみて、人の力を使っての検証にもなるし、とりあえず大当たり俺が入れるわ。玉乗りした、どこどダメか、しゃこれがハンドパワーです。めっちゃ笑われた。めっちゃ通行したお客さんにニコニコしながら笑われた。ケイ君ボタン押して、シャッカーラッシュ突入、これじゃラッシュゲット、じゃあ次気泡モード、気泡モードでいきます。ケイ君、ケイ君の番だよ、ダメだよ、約束したじゃんさっき。はいケイ君、はい、止めて、オッケー、4大丈夫、30% だよ。じゃマジ頼むよ。マジ頼む。やべえぞ。マジで頼むぞ。頼むぞマジで。え？大丈夫？あなんか。大丈夫、当たったよかったよかった、ね、押して押して押して、お前押せ2000発じゃん、しかもやった2000発ナイスナイスナイス、もうずっと右打ちでいいよ。じゃあケイ君次2人同時打ち打法って言うんだけど、2人のパワーを同時に台に入れることによって大当たりを誘発させるって言っちゃうんだけど、じゃあケイ君、じゃあ俺ここの手握って、もっと強く、そうそうそう、いくよケイ君、いくよ、いや、いけ、当たったでしょ、ほら当たった、ほらね、ハンドパワーです。気持ちピカピカだスーパーラッキー、台が震えてる、気持ちいい、いろいろ隠されてるんやな、やべえ超楽しい
もう一回二人の力で。ヘイ君準備いい？行くよ。行け。次の大当たりだ方は、次は結構ダイフを裏切る感じになるんだけど、あえてよそ見してる瞬間に玉を入れて、それで大当たりを誘発させるってやり方なんだけど、次見てもらっていい？それやってみます。よそ見、よそ見、打つよ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 、大丈夫かな、今のタイミング悪かったような気がする。大成功、やっぱりね。よそ見大当たりだ方もこれも通用します。かなりよそ見してね、台の隙を与えて今大当たりを誘発させました。7500発途中で、まあ大当たり中なんですけど、次の大当たりの誘発する方法を先に、教えたいと思います。次は今5回ほど連続で大当たりが当たっている状態なので、もう台がちょっと疲れちゃっています。なので一回台を動かせた状態にさせて、大当たりをまた誘発させるっていう、まあこれはね本当に非常によく使われるんだけど、デモ出しというやつですね。デモ出しで大当たりを誘発させて、また連続して大当たりを上げていく、まあ、これは初歩的なんで成功するかわかんないですけど、これもやってみます。じゃあここで一回台を休ませます。ああ全然危ないから、休んでいいから、やめてやめてやめて、休ませてあげて、ラブちゃんを休ませてあげて、今は光らなくていい。多分このままずっと続くだろうな、これデモ出しなんや。多分今ラブちゃん笑ったんでいい感じになってると思う。やばい、どうなるの、バトルボーナス。いや、こっから勝負勝負勝負。まあでも休ませたから、さっきのネッシーだ、やべえ、リベンジ、ラブちゃん頼むぞ、ネッシー。あー、やばい、くっそ、やられた。ね、次は楽園モード。これで大当たり当てて、まあまあ脳汁出して。ロージルパラダイスして終わろっかなって感じにしようかな。はい、ちゅうわけでラストはね、こちらのモードでとどめを刺して爆勝ちして、まあね、みんなもね、僕のあの打ち方とかいろいろ見てくれたら、参考にしてくれたら本当に勝てるんで、まあ最後もね、それを証明していこうかなって思ってます。それじゃあ実戦スタート。これはどういうモードなんだろうね。なんかいいね、こっちはなんか幻想的だね。お、蝶がなんか飛んでるぞ。これリーチになるんじゃないか。まあいつもの 海のモードだったら、で蝶が光ったりしたら終わったりってことでしょ。どうなんだろう。あ、まあノーマルか。まあ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 、え、あー、びっくりした。なんかやっぱりいろんなモードでね楽しめるからね、やっぱりいいね、いい作りですわ。よし、まあね、普通に打ったら、まあ今8回転なんだけど、
普通にね、まずは30回転ぐらい普通に打っていこうかな。まずはね、普通に打ったら当たらないってことを皆さんに見せます。はい、ここで30回転回しましたね。やはり、30回転回したら大当たりに引くことできません。やっぱり通常では。さあ、ここからやっていきましょう。まずはまあね、いろいろもう数々の技を やってきたんで、もうみんなお分かりだと思いますが、まずは静電気打法。ほら、もう風が吹いてきた。もう静電気をね、これで手の動きが重要だから、まずは静電気打法。静電気打法、いけ。あー、くそ、なんもない。あー、疲れた。まだ、まあね。じゃあ次はちょっとアングル変えて全力打ち。全力打ち。よそ見打法って言うんだけど、よそ見打法です。今、ネスとね、竜のね、新作上がった動画を鑑賞してます。これでね、よそ見した状態で台を嫉妬させて大当たりを誘発するってやり方ですね。もっと私を見てっていう状態にさせます。まだね、まだ79回転、まだ始まったばっかりなんで、まあね、もうそろそろ当たると思うんで、いろいろオカルト打法はまだありますんで、いろいろね、先ほどと同様駆使していきます。次のね、オカルト打法をやっていきましょう。もう何か分かるよね、ゼファー君。はい、交代。はい、隣の台打ち打法。はい、おー、いいね、いいね、分かってきたね、ゼファー。そう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 、いいね、そうそう、分かってきたね。絶対当たり、お前、最後はラストはお前が引いて、ゼファー。そう、分かってきた。いいね、いいね、いいね、分かってきてるよ。いいよ、ゼファー。あ、ケイ君いいよ。そう、ケイ君いいよ。分かってきてる、分かってきてる、分かってきてるよ、ほら。そうで、ケイ君忘れちゃいけないよ、球の流れはしっかり見て。そういうこと、そうそうそう、いい流れだね。いいね、いいよ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 。あー、いい手つきだね。いいよ、いいよ。ライも当たりたがってる、当たりたがってる、当たりたがってるよ。ライがもうそろそろ当たりたがってる。じゃあちょっと疲れるけど、静電気打法もいってみるか。そうそうそう。やべえ。やばそう。これはやばいわ。おお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 。おー、チョップ型。あ、でもなんか反応はちょっと弱いな。弾の補給。はいはい、もうガンガン行こう、ガンガン攻めてく。まだね、始まったばっかりだから、大丈夫大丈夫。弾がね、減ってるだけだから、俺の弾が減ってるだけだから。ゼファー、 あまりプレッシャーに感じずね。あまりプレッシャーに感じず、まあ俺の玉イコール俺のお金が減ってるって感じだから、まあ増やしてくれたらありがたいけど、そんなプレッシャーに感じないで。こういう感じ、こういう感じ、手をグッと伸ばす感じ、こう手をグッと、なんか、そう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 、ほら来たでしょ。はい、スーパーリーチが来た、ほらでしょ。当たるかもしれないから、限界打ちだと。
そう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 、誰か反応してるよ。誰か。お、大丈夫、頑張れ、いけ、お前ならできる。俺もじゃあ。もう二人の協力プレイでいこう。頑張って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 。お前もリ、お前をリラックスさせて大当たり誘発だほう。いいよ、打っていいよ。そう、リラックスして、そう、肩の力抜いて誘発だほう。頑張れ。一回転で当てつめ、溶け込め、溶け込め、潜った、スーパーじゃん。一回ストップ。頑張れ猫ちゃん、猫ちゃん頑張れ、猫ちゃん頑張れ、猫ちゃん頑張って、お願いします、お願い、もう当たって、頼む頼む頼む、頑張れ、あー、くそー、マジかー。ちょっと待って、フラミンゴって出たことあったっけ。見たことないぞ。行け、当たんねえな。こんな当たんないもんですか。うん、もう当たらんときは当たらん、当たるときは当たる。俺は50回転ぐらいで当たるって思ってた。ちょっと一回俺が打ってみよっか。じゃあ一回お前休憩しろ。疲れだろ。疲れますね。疲れるでしょ。台の反応変わったらね。これじゃダメなんだかな。潜った。はあ、残り3000発。よし、お前打て。台温めだから、頑張れ。まあいいよ、頑張ろ、頑張ろ。日向に。ああ。ちょっとさ、俺さ、タバコ吸ってくるわ。タバコ吸ってたら当たるかもしれないから。そう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 。説。マジじゃん。やったやん。やったじゃん。ムラトリさんがタバコ吸いに行った間に当たりました。やばすぎ。何で行く、まず。ここから何で行く？二人で行くか、まず。はい、それは成功率が高い。いいよ。いいよ。せーの。トップ下手。頼む。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、67、
これが2人の力です。これ巻き返しました。これ2000ここに追加されるってことですか。2000パーツ追加されるから取り返戻りました。あー、プルプルしてます。今当たった時どうだった。お前あったって思いました。次はもうお前に任せろ。お前のタイミング。どうしますこれで終わったら。別にいいよ。もう終わったらいいけど、俺はちょっと寂しいってだけだから。70% だから。いきますか。当たるから。そう、C 社購入したら100だから。いきますか。ああ、いきます。いけ、運命の一発。いい感じ。いけ、いいよ、止めてるよ。4、大丈夫、バトルになってる。バトル、これ右打ち。やば、入ったよ。バトルだよ、これは。勝てよ、バトルに勝てよ。いやー、3度目の正直ってやつですよ。3度目だね、そうだね。じゃあこんな感じで実戦を終わります。はい、というわけで、はい、村富のパチンコ実戦無事ちゃんと大当たりを引いて、最後はねスタッフの K 君がね大当たり引けたんで、 K 君当たってみた感想どうだった。気持ちよかったです。気持ちよかった。はい、そうだね、パチンコは気持ちいいもんだからね。だからね、あのパチンコ打ったことないよっていう人もすごいこんな風にあの楽しいから、僕もまだまだ頑張るから、みんなもねよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは村富の生誕パチンコ実践でした。皆さん今から家系行ってきます。バイバイ。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。推しのためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す。発雷あーしんどい、オタクを